いや俺解雇しないよ。だってさ、やっぱ会社がでかくなったからって初期面を解雇していくのはあまりにも血が通ってなさすぎる。マリリン・シャラポワとミスター X 欲しいな。ごめん、三段バラ減ろう。また来てな。いや、マリリン・シャラポワ、うちにさ、足りないさ、グラフィックを補ってくれるよ。いや、井上幸三でもな、初期面なんだよな。宮崎駿は、だってジブリあるから大丈夫でしょ、解雇しても。川上信夫とさ、ジブリの関係性でしょ、今これ。ごめん、宮崎駿。大変お世話になりました。後に、うちの順天堂クビになった宮崎駿が、名前を改名してジブリ立ち上げたんだよ。俺が育てた。9人の応募か。藤山だ。みんな、ごめん。俺このゲームを終わらせに行っていいか。みんな。フランソワーズの花ちゃん。契約金8億。うちのダークソウル3にはお前が必要だ。ガッテム土山、雇っとくか、ガッテム土山。帰れ、お前は。誰だ？うちのようなでかい会社に貴様のような社員は必要ない。まずは、ね。でも、みんな、あれ？ちょっとうんこちゃん変わっちゃったなと思ったでしょ？変わってないんですよ。まず、うちがいることはパチンコのムービー作ること。みんなで一回、な、一生懸命パチンコのムービー作ることで、ここで、あ、俺たち変わんねえなって。